ったりますわ、お前らに。はっきり言うわ。昨年3億円プレイヤーを輩出したグループ BJ ワンズクリエーション、2023年上半期表彰式でもワンクリの勢いを見せつけた。ジュニアカップではナンバーワンを総なめ、指名本数ではランキングの半数以上がランクイン。グループ BJ アッチ密着 BJ サマーセレモニー2023。2023年度上半期売上30位から11位まで一挙に発表。10位からは1名ずつ紹介。このね、悔しいって気持ちを、35歳になってもね、こうやって、胸を震わせてくれるね、僕より上の方がいるので、すごく感謝です。ありがとうございます。35年があっという間だったのに、この半年はもう本当に35年ぐらい長く感じましたね。過去最高のペースではありますね。やっぱまだ1億僕行ったことなくて、行きます。そうですね、今は主任やってるリオだったり、今日表彰された茜がね、上がってきてるんで、毎月1000万突破して、で僕も毎月1000万突破して、全員が切磋琢磨してたら、いつの間にか1億店舗だったり、グループナンバーワン店舗はね、当たり前にいけると思いますので、僕は背中で見せますし、僕をね、追い越す従業員を絶対に出します、僕自身で。いや、ですけど、できるように半年間走ります。僕は自分の周りの人と自分の心と時間を大切にしても変わらずやっていきたいなと思います。以上です。個人的には、一番絶不調なんですよ。そこに対して去年は絶望してて、でも今年はそんなしてなくて、去年の経験が今生きてるなっていう感じです。1億突破すればいいやじゃなくて、2億は狙ってるので、そこを目指していきたいなと思います。2億、3億目指してグループナンバーワンと、うちの記録は7年連続、ユーマ社長の7年連続なので、そこを超えて8年、9年、10年と、とりあえず35までやる予定になったので、35歳まで1億で死のうと思ってます。僕の中ではめちゃくちゃありましたね。周りからはなくて、一番結局お店で上なので、慕ってくれてる従業員はからは変わらないっていう結構聞くのですが、僕の中で気持ちはめちゃくちゃ軽くなったっていうか、少しユリシャイニーに頼れるとこももっと大きくなったので、これで売り上げ下がったら本当に言い訳になっちゃうから、逃げれなくなったなっていう感じです。お店としては、ここからでもグループナンバー店舗目指せると思うので、そこと、個人としてはいっぱいあるんですけど、相変わらず、ユリとすごい仲いい状況なので、打破したいですね。圧倒的に勝って煽り散らかしたいですね。はい。またね、1億ね、今年も期待しています。おめでとう。でも上半期マジ6ヶ月中3ヶ月ぐらい調子悪くて、なんか意外といけててよかったです。1億は多分とか行くので、売れるだけ頑張ります。2年連続ぐらいグループナンバーワンだったんですけど、今年は今4位なんで、ただクラッシーが調子悪いとはいえ、4位なんで、全然まだグループナンバーワン狙えるのかなって感じなんで、頑張ります。個人は去年以上、1億5000以上、1億後半は
目標で、もう店の目標としては、まあ、いくら売るとかじゃなくてグループナンバーワン継続ってとこですね。売上第6位、まさき殿、まあ、今年はね、僕はまさきに負けてるんで、まあ、シーンに続いて僕の形ではね、こう2人目のオッププレイヤーになってください。おめでとうございます。カメオキナンバー6、ありがとうございます。あとは信頼を保つだけなんで、まあ、今年1億は余裕で売るんで、頑張るシーン待ってろ。ありがとうございました。第4位、ありがとうございます。まあ、プレイヤーとしての、結果だけで、今はね、周りのみんなに助けられてお店が保っていると思ってるんで、下半期は、名選手であり、名監督であれるようなレジェンドメンズクラブを、絶対に実施するために、まずは僕から頑張っていくんで、ぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。はい、4位という結果で終わっちゃったんで、まあ、下半期は1位目指せるように頑張りたいなと思ってます。今ルルっていう従業員が半年間今ため期間があったので、それを12月にルルが解放してナンバーワンになるって言ってたんで、まあ、それがうまくいけばおそらくグループナンバーワン取れるんじゃないかなと思ってるので、僕もライバルはやっぱルルですね。まあ、ルルに勝てればいいなと思ってます。2年連続3億ペースっていうのは、まあ、歌舞伎町でもなかなか聞いたことないんじゃないかなっていうのを思います。2年連続3億、いや、中国の人口14億なんで、支援使っても14億いけるやん。期待します。ありがとう。はい、いつもね、こうブラックダイヤモンドクラブのこうみんなにもちろん本当に感謝してるし、まあ、今ね、この画面通して、まあ、僕のお客様っていうのもとても感謝しております。でですね、今日言ってありますわ、お前らに。まあ、僕、こうやって39年間生きてきて、なんでね、僕が1位でいられるか、本当、シンプルな話します。この中の誰よりも他人に対して称賛することができます、僕は。簡単に言うとおめでとうだよね。僕はマジで思います。なんでお前らにこうやって言ってるかっていうと、お前らってお客様に対してさ、こうじゃあお店のためとか上司のためとかっていうそういう言葉入れたことお前らあったろ。でもお前らって行動が伴ってない、はっきり言って。じゃあどういうとこかっていうと、全然いいねとかしないだろお前らってよりをこうやって、しかもさ、みんなからしたらこうやってさ、目の前にさ、ある意味成功体験者がいるのにさ、お前ら俺のことさ、ボロしたやつこんなにいるだろうが、はっきり言って、言ってやるよお前らにこの場だから。俺別に嫌われてもいいよ。だそういうところが、やっぱりなんかさ、自分の売り上げがつかなかったり、本数がつかなかったり、つかなかったりってところなんじゃないんですかって思ったんですけど、いいねしてもらえるような発信できなかったり、こいつフォローしたいなって思ってもらえるような人格者じゃない僕がいけないんで、すいませんでした。でですね、リプライでいただいたものが神だとか神様みたいなこといただいたんですけども、神なんていないんですよ。だからグループ BJ において一言だけ言います。私が天に立つ。あじまるてんでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。どういう感情ですか？始まっても嬉しい。これ僕、これすごく思うことがあって、世のこうホストさんたちって目標売り上げでね、1億売りますとか、まあ、言うと思うんですけども、わざわざ呼吸することを宣言するのかなって、まあ多くは語らずそういうことです。1ヶ月前ランキング2位だったんですよ。はい、その時ちょっと焦りました。あ、全然焦ってないです。でも予定通りっていうか、まあ、最後勝てばまあいいと思ってるタイプなので、
ああ別に2ヶ月前はあれさ、のんきに富士山登ってましたね。いや、ちょ聞いてくださいよ、ブラックダイヤモンドクラブ過去史上一番今いいです。本当にジュニアのまあやっぱりこう画面に映し出されたりだったりとか、まあ、とにかく今はねやっぱ僕が愚かすに言いすぎてみんな言うこと聞いてくれてます。言うこと聞いてください。あの素直じゃないやつ売れないです。はい、来ました、今年の年間売上目標は8ビンバルでお願いします。ありがとうございました。Money, money, please, money, money. Let's go. Beat on, beat on, beat, 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 beat